俺の臭さが必要なんですっていう、臭ないでしょ、俺。風呂入ってるからね、ちゃんと。さて、また着きました。ここ簡単だからな。敵も無視していきましょう。ポケなんて俺今さ、今日、どこまで進む？みんな。全振りできる？ね、9割ぐらい進んでるかな？どうなんだろうね、ほんと。ちょ、うざいな、こいつ。なんで下げてくんの？人の能力を。あ、でもさっきのさ、俺、やっぱ書いて正解だったよね、今思えば、よし。あれだよ、このスペシャルリボンとかゲットしてたからさ、その状態で死ぬを考えたら、やっぱ絶対生き延びた方がいいじゃん。ね。居住は無理。まだまだ。いや、進行度で言うとね、どれ何パーセントぐらいあんの？今俺。ね、30%ぐらい。そんなレベルでもないのかな。ポケダンで長さわかんねえからさ、シリーズによって。まだストーリー長いし、レベルも全然貯めて足りてないだぬ。だぬだぬ？まあそうだのか。15%ぐらいだよ。あ、じゃあそこそこいってんじゃん。このゲームアイテム重要。そうだね。さっきのウォーグルと戦った時にもね、思ったと思うんですけど、なんかアイテムがあそこで、強いのがあったらワンチャン勝ててたんだよ。ってことを考えたら、やっぱ、ね、もう少し俺、いいアイテムをゲットできるようにね、頑張っていった方がいいのかなって感じですね、ほんと。そしてゴールのがない、なかなか。ポケダンはどのシリーズが好き？俺は、時闇が一番好きって人多いんじゃないの？あれはね、泣くからね、とりあえず。うーんって。男泣きするよね、ほんと。よし。俺もだ。いや、みんな時闇でしょ、好きなの。まあ、で、一部の人はもう冒険団って言うかもしれんけどさ、そういう何も言えねえ。まあ、人それぞれだからな。まあ。いや、青とかも良かったよ。好きだよ、俺。ゲンガーの意地悪な感じ。意地悪ってなんかすげえ発音やべえけどさ、意地悪な感じ。っていうんですか。あ、一人はぐれちゃった。もういいや。よし。空が好き。空はね、まあ、時闇と一緒だよね、ほんと。よし。冒険団はない。ないか。いや、なんか好きな人おるかもしれんや、みんな。ね、人の趣味ってのはね、無限大やぞ、みんな。でも、ポケ団じゃなくても、ポケモンもね、やっぱ、いいのあるよね。もうすぐサンムーン発売だし。ポケモンは、なんだろう。いや、でも、ストーリーそこまで頭に入ってないの。俺、N しか覚えてないわ、N。N くん。あと、エピソード、デルタだっけ？の、あそこの部分。ね、想像力が足りないよって煽られる。あれ好きだったな、ほんと。時闇は好きすぎて今もやってるってね。親方ね、プクリンの。あ！ゲット！グレートジョブ！ これ、マジダサい。帰ろうっと。パーティー残っちいな。いや、残っち入れないでしょ、ほんと。はい、スペリーボケットでーす。ゲイチスのチートサザンド。あ、チートなの？あ、グレイシア、かわいい！お前をくれよ。あ、丈夫なツタもらった。ありがとう。Z 技出さない。で、俺、ポケモン、なんか、踊るんでしょ、ピカチュウが。アローナ地方では。楽しみだな。ちょっと、猫つ行こうか。グレイシアとリーフィアのデザインは神だなんて、まあ、わかるわ。ちょ、これは？うん、丈夫なツタよ。これがあれば、大工の練習できるのね。じゃあ、渡した。おめえら、本当に？おる、ありがてえ。これで練習して勘取り戻すからよ。必ず大工としての腕を上げてみせるからよ。待っててくれよな。もちろんだよ。頑張ってね、ドテコツ。俺、いいやつだな、ほんと。ありがとな。じゃ、待っててもらいましょう。じゃ、とりあえずね、ポケダンシリーズの特徴としては、なんかイベントをこなした後は、依頼を1つが2つこなすと、新しいストーリーが始まるっていうゲームとなっておりますので、ね、適当にやりましょうか。じゃ、とりあえず行くか。掲示板。何もらう？積み立てハーブ、隠れた名水、ちょいキラメタルってなんだろうな、これ。なんか素材がなんかよくわかんないんだけど、これ。何この、なんか、かけらーとか。え、これって、風雷の試練64システムで、なんか、土とか、
なんだろう、ハーブとかメタルとか集めて家建てろってことかな、もしかして。まあそういうタイプじゃねえかな、これ。そんな気がしてきた。とりあえずこれ行くか。ゼブライカを探してきてってやつですね。行ってきます。多分そんな感じ。オッケーオッケー。いや今日もお仕事していきます。行ってきましょう。まあでもやってる感じ、ウォーグルみたいなクソ強いポケモンが出ない限りは全然楽勝でしょこれ。ミジダラと結婚したいって。うえー、ちょっと待って、いいよね、先進むよ。もうポケモンと結婚したい、やばくない？むしろスラモリ、あースラモリシステム的な。スラモリもね、なんかいいゲームだよね、俺。おお、こいつらやるねー。おおと、ビリジョン外すねー。よし、うわ、全部やっつけてくれてる。何もしなくてもいいんだよこれ。何もしなくてもいいってやばいんだけど、ほんとこれ。いけ！うわ、うぜえ、鳴き声だ。ダイダラいらない。いや、ビリジオンとミジマルいたらもう大丈夫だからね、マジリ。やべ、タブーネちゃんもやっつけちゃったよ。今すげえ敵来たんだけど。スパーク？エモンガちゃんすげえ技覚えてんなお前。なんだここ、なんでビリジオンの。いや、なんか初っ端からね、ビリジオンが、俺は、いや私はダイダラのことが好きなの、だから仲間に入れてっていう。いや、懐かれるんだよな俺って。うん、よく言うやろ、いいポケモントレーナーはポケモンに懐かれるんだって。そんなこと言うか。でも懐かれな話なれへんやろ、ほんと。エンボウ仲間ならない。エンボウとか分からへん、おるんかな。俺の子めっちゃ光ってると思ったら床やった。金塊だー、やったー。なんかないかな、何これ。チーゴの実だー、イチゴー。さあ先行きます。カイト的なやつ、そう、ハンターハンター的なね、ほんと。いい生主はリスナーに好かれるんだってだろ。だから俺もみんなに死ぬほど好かれてるだろう。それが証拠ですよ。こいつ、な、手助けとかしないで。タブンネちゃんサポートキャラとして有能すぎるでしょ。変わって変わって、よし、もういや行こう。何回だったっけ、5回だったっけ。あれ操作説明、あー中間地点だここ。中間地点あるコースね。さあ5階です。あ、ゼブライカがいるフロアにたどり着いた。普通にもういるんだよな。グレートジョブ、めっちゃ簡単やんこんな。ビリジオンか。え、ビリジオンってでもポケモン対戦で使う、使うかな、わかんねえや。ただ手術した。ポケモン対戦したいな、早く。サンムーン早発売前回で来週やもんな。マグナゲート楽しい？マグナゲート、まだ普通じゃない？まあ、楽しいけどね、普通にポケダンのダンジョンの攻略は。ポケダンで言ったらね、終盤でしょ、楽しいの。まだ序盤だよ、序盤。ゆっくり楽しもうぜ。ゼブライゴの方がでかいって。うわ、でかっ。確かに。ビリジオンのよりでかいってやつ。再来週か、もう。だいたらおはよう。今日も頑張ろうね。あ、記録しない。セーブしたいのにセーブしないと、さっきから。やば。セーブできる？ここで。あ、じゃスタートボタンでセーブできんやったっけ。記録。そいつ怖いからな、セーブしようかな。何があるかわからんからな。行きましょう。ふぅ。ドテッコーツ、またあ、ドテッコーツだ。どっこらも何してんの。今日からドテッコーツ組の店開きだ。あ、もう開くの？ああ、まだ完全ではいかないが、大工としての勘は取り戻した。昨日から寝ないで練習したんですよ。俺たちも練習付き合ったぜ。お前らパラダイス作りたいと言ってたよな。施設建てないなら俺たちで土手骨組がやるぜ。ああ、腕はまだまだだが気持ち込めて建てるぜ。開拓もな。開拓もしてくれんの？荒れ地ばかりだ。先に進むことができないところが多いだろう。
まあそうだ、木があって通れないとかあったよね、確か。段差も激しい、奥行けない。さあ、こんな荒れ地じゃダメなんだよね。俺たちに任せてくれば開拓して整地するぜ。え、めっちゃ便利じゃんこいつ。ねえ、なんだかんだ言われたけどいい感じなの。ねえ、土地を開拓するにはお金や材料が必要だからな。うわ、お高いんでしょ。材料ってドテック継ぎ身が使った丈夫なスターのこと。おめえらにもらったあの材料だ。施設ができるまで流れを節電するぞ。いいかおめえら、おめえは依頼をこなして素材を集めてこい。ねえ、お金も集めろ。そしたら俺たちドテコツミが綺麗にしてやるぜっていう。聞いたー。ねえ、開拓料金、そして建物建てる料金も全部必要だ。それをくれたら建てちゃうぜーって。来たー。やべ、金めっちゃかかんだけど。これそれは仕事やからお金入れやる。ちょっと待ってよ。でもねえ、土鉄骨はさ、さっきあれ欲しいなー、チラッてしたらもう物をねあげたのにさ、それで欲しがって。俺もそれしたらやってくれんじゃねえかな。お金、お金あげ、お金払わずに材料が追加されたとか言われても困るわ。じゃいくらかかるか見に行こうぜ。まずちょっと安くしてくれよ。開拓できるのは明るい土地だけだ。まずは真ん中のとこ選べ。じゃあ、まあ、荒れ地ですね。ここを開拓してもらいましょう。へえ、土地に選んだとはイメージを選べ。爽やかな草原しか選べねえ。うわ、豊かな土っていうのが必要なんだけど。金足んねえ。愛もねえけどいい。うわ、土がいるって。これをひたすら繰り返すんだ、みんな。でもとりあえず素材があればなんかいけそうですね、ほんと。土。で、イノム探してくる。これもうひたすらやらなあかんやん、これ。遅刻した反省文15枚です。行ってきます。ポカブの歩き方気持ち悪いで。いや、ポカブかわいいじゃん、ポカブーだよ。ねえ。よし、オッケー。でもなんだかんだあの、御三家ポケモンってあるじゃん。なんかみんなしっくりくるよね。最初発表されたらさ、しっくり来ないっていう、ツイッターの大荒れ感があるんだけど、発売されて、しばらくすると御三家ってやっぱ御三家だなっていう。やっぱ、共に旅をして、ね、なんか俺たち理解し合うんだよね、ほんと。だって最初ポカブとかクソ豚とか煽られてたじゃん。でも可愛いじゃん、ポカブって。ねえ。ほんと、いでいで。歩いてるように見えないのにめっちゃ進んでるのがポカブな。かわいい。ほら、なんかマホクシーとかすげえ言われてたけど、なんだかんだあいつもいいじゃん。ホッコもホッコ。ホッコもかわいいじゃん。お、またお店じゃん。なにこれ。いらん。爆裂の種。爆裂の種いらねえな。もっといいもん用意してくれよ。チャオブが広すぎた。そんなことないだろう。十分だって。だいたい次の御三家何すんの。俺はね、とりあえず、ムーンを買って、炎タイプですね、多分。やっぱ炎タイプが一番かっこいいよ。やっぱ炎だよ、男は。赤だよ、赤。ポケモンはな、やっぱ、赤だよ。うん。俺、グリーンを選ぶ人と友達になれねえから。よし。草だろ、ね、ない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 。ここで青とか言うのやめてな、みんな。青は俺も買ったから。おぉ。御三家ってトライオルみたいだな。な、綺麗な三色だろ、ほんと。お、キノコ今パワーアップしたって出た。ねえ。いいね、これ。草のやつにする？草のやつどんなだったっけ？覚えてないんだよね。まあ、それぐらい印象薄いってことだよ、要は。ねえ、草タイプは。やっぱちゃんとね、いいタイプだよ。狙うわ。おぉ。やば。鳥だったっけ？フクロウ、あ、フクロウ的なやつ？あれ、結構良かったよね、確か、見た目。何すんだ、この回だっけ、目的のエリアって。おぉ、倒してんじゃん。あれ、なんか、俺、ビリジオンちゃんと二人旅になってる、いつの間にか。何があったんだ、これ。炎は、なんか、犬っぽいやつ。
水のやつフェアリーつく。あ、フェアリーつくんだったら強いね。どうしようかな。いやでも俺は決めてるんだ。猫か、あれ。あれ猫なの。おー、エモンが強い。あ、いた。グレートジョブ。猫なんだ、みんな詳しいね。じゃあ俺猫にするよ。ギャーゴって猫飼いたいな俺。最近テレビ見るたびに猫飼いてえなとか犬飼いてえなって思ってんだけど、ね、やっぱ世話できねえから諦めてる。つらい。犬だったらヒヤゾウじゃん。いや、ヒヤちゃん飼わないよ。え、猫かわいいよね、猫。はい、駄菓子作りでありがとう。だって俺家で、だって仕事してる時間長いし、家でもゲーム実況してるから寝てるだけだからね。基本的にね。何も買えないのよ。リスナー買う？リスナー買ったら、なんか、俺が構ってほしい時だけ構ってくれるかな？ね、構って構ってってしたら。将軍可愛いけどな。おはよう。お前がエネコだろ？あ、俺猫だから俺買う？みんな。うん。俺 OL に飼われたいからいつでも言ってるけど。買ってくれよ。買ってくれよ、俺を。頼むよ。頼むよ。家でゴロゴロしてるからさ、飯も作んねえし、家事もしんねえけど、頼むよ、俺を買ってくれよ。ねえ。家で俺、ゲームしてるだけだけどさ、無理。いやいや、そういうこと言うなよ、みんな。とりあえず、ここね、爽やかな草原にしちゃいましょう。お金300円かかる。高えよ。よろしく。は、材料あるだろう。あ、材料足りてないの俺、マジで。あれ土取んなかったっけ今、俺。豊かな土あれなかったっけ俺、クエスト間違ってんじゃん、しかも。ちょっと待てよ。土じゃ、もうこれでいいよ、もう。でこぼこ山もう一回行く。違うに向けてたんだ、俺。もう最悪じゃん、これ。お前、土あるやつ受けてなかったぞって。なんでみんな言ってくなかったの？とりあえず最初に虚勢するけどいいって。ダメダメ。虚勢はされたら俺困るから。ちゃんと残しといて、俺の、あれは。俺の代だらは。なあ、よし。次行こう。わざとだと思ったって。いや、わざとじゃないって、ほんと。時間返せやで、すみませんでしょ、ほんと。おっと、まあ、もうパパと行くよ。でも、言ったじゃん、みんな、このポケダンって、やっぱ、強くなるためには、いろいろね、敵を倒さなきゃいけねえんだよ。だからこそな、俺は、あえてミスってんだよ。分かってくれ。チラーミー仲間になっちゃう？来た。チラーミー仲間になった。イエイ。レベル3、クソザコじゃん、お前。かわいい。チラチラチラーミーだね、ほんと。よっしゃ、行ってきます、次だ。ねえ、虚勢は困ろうで、二度と子孫作れなくなるな、ほんと。くぅ。お、当たってんね、敵に。やべ、超眠い、俺、今日。よっしゃ、行くぜ。さあ、デスマスがいるフロアに着いた。早いね、着くの、俺。かわいい、チラーミー。質問はシャスに任しとけ。いや、うちの兄貴に任すのもよくないよ。ねえ。はあ。ねえ、もうこの話ちょっと気が見えるからやめようか。なあ、みんな。ねえ。さあ、デスマスでしたっけ？そいつがいるあたりにね、エリアを今から探していきましょうか。おー。明日休みやし、追い込もう。どういうこと？もうちょっとやれやってこと、このゲーム。プレイ時間確かにもうちょっと増やしたいよね、俺も。なんか最近俺ゲームしてない気するんだよね、ほんと。なんか俺ゲーム実況者だけどさ、なんかずっと雑談ばっかしてる気がするんだよね、最近。だから今日ちょっと俺ゲームするわ、ちゃんと俺。許してみんな。ね、俺のゲームみんな見てえと思うんだけど、ね、ちょっと今日見せてやっから俺が。いっぱいな。自覚あったのね、あったよ、俺。最近申し訳ねえなって気持ちいっぱいあったもん、ほんと。みんな俺のゲームを見てんだろうなって思いながらもう、ねえ、俺の口は止まんねえっていう。ウェイ。さあ、見事攻略完了でーす。さあ、次。開拓しちゃいましょうか。やったぜ。おー、土もらった、やっと。あー、ここからだ。
パラダイスポイントって何これ、前回の探検バッチ的なやつかな、多分次の朝パラダイス部なんだろうな、増えんのかな。マジで雑談してなかったから見てなかったって。いやでも桃鉄したよな、確かに昨日でもえら。さてじゃあちょっと皆さん少し水取ってきますのでちょっと待ってください。